はい、こんにちは、浅井です。今回はですね、ちょっといつもと趣向を変えて、いろんなパズドラ攻略サイトの最強リーダーランキングのページを見てみようかなというふうに思います。今のパズドラって何が強いのっていうのはね、常にね、皆さん気にしているところだと思うんですよ。で、僕としては何が強いのかっていうのは、まあ、割とその自分で勝手に決めつけたりとか、あるいはツイッターとかでね、皆さんが使ってそうなやつを真似してみたりとか、そういうことが結構多いんですけども、やっぱりこういった大手攻略サイトさんの情報とか、あるいはね、その有名なプレイヤーの動画なんかを見て、まあ、情報をね、仕入れてる方、まあ、そこから今どういうキャラが強いのかっていうのを考えてる人が多いのかなっていうふうに思うんですね。なので、その強いキャラ、弱いキャラの感覚っていうのが、まあ、僕の持つ感覚と、まあ、世間って言っていいかどうかわかんないけども、そこでどれぐらいずれてるのかなってちょっと気になったんで、まあこういうの見てみようかなっていうふうに思いました。で、もしくは、まあ今このゲームっていうのは、その単純なね、その倍率だけじゃなくて、そもそもどういう特徴とか、まあ、どういう傾向を持っていれば強いっていうふうに言われるのかっていうのを、まあこのランキングからね、ちょっと紐解いて、それをちょっとみんなと一緒に見ていこうかなっていうふうに思います。そんなのもうわかってるよっていう人もね、もちろんいると思うんだけども、まあ最近、パズドラ始めた人とか、あるいは復帰したけども今どういう感じになってるのかよくわかんないやっていう人もいるかもしれないから、その強キャラの条件とは何なのかっていうのをここでね、一つおさらいしていこうかなっていうふうに思うんで、皆さんと一緒に見ていきましょうっていう動画です。はい。で、今回見ていくのは、ゲームウィズさんと、ゲームエイトさん、神ゲー攻略さん、そしてアルテマさん、こちらの4つを、ちょっと参考に、ね、させていただこうかなというふうに思います。他にもいろいろあるかなって思うんですけども、今回たまたま僕が検索して引っかかったこの4つでね、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。はい。じゃあまずゲームウィズさんの最強リーダーランキング見ていきましょうか。僕普段こういうのあんま見ないんだけどね。あ、これフェイトコラボの最新のキャラクターのな評価っていうのがされてるのかな。マトウサクラ A ランク。あと全部圏外だそうです。はい。だって環境前線で、かつ今すぐ手に入るキャラクターで戦いたいっていう人は的を桜を入手しましょうっていうことなのかな。なるほどね。あ、で、こっからですね、最強リーダーランキングということで、このサイトさんは、まあ SS ランクとか S ランクとかこういう区分で、表記してるみたいですね。まず SS ランク、一番強いっていうのが、レム、ダンテ、バレンタイン、イデアル、ツクヨミ、ノルザ、オールマイト、ファースカっていう感じですね。なるほど。まぁ、ちょっと見ていきましょうか。あの、リーダースキルの細かい内容に関して全部一つずつ見ていくとちょっと時間かかっちゃって大変なんで、まあ、今回全部はね、見ない活躍するんですけども、まぁ、一部だけちょっと参考程度に見ていきましょう。まず、レムの方がリーダースキル、火の HP 攻撃2倍6コンボで軽減、火を6個つなげると10倍の固定100万ダメージということで、軽減持ちで20倍出て、かつ固定100万出るよと。で、HP も2倍持ってるよっていう感じ。こういうリーダーになってますね。で、この相方とされているダンテの方もちょっと見ていきましょう。広告がうぜえな。なんかこれでなんかバンとかされないから大丈夫かな。はい。ダンテの方が、変身後のリーダースキル、火の全パラ 1.5 倍、7コンボで13倍、火を6個つなげると軽減の2コンボ加算ですね。19.5 倍出ますよと。で、全パラに補正がかかっていて、軽減持っていて2コンボ加算ついてるよっていうことですね。なので、このレムとダンテを組み合わせると、HP が3倍で回復 1.5 倍で、攻撃力が20倍と 19.5 倍かな ?390 倍間違ったらごめん。で、片や固定ダメージ、片やコンボ加算っていう、まあそういう感じのね、組み合わせになっているんですね。はい。バレンタインイデアルもちょっと見てみましょうか。こちら、落ち込んなしドラゴンバランスの全パラ2倍、4色で軽減攻撃力が9倍の2コンボ加算、18倍出ますよと。まあこういう感じのリーダーになっているってことですね。で、あと、ツクヨミノルザとか、オールマイトファスカ、まあ今はね、結構そのリーダーとフレンドが別々で組むっていうね、のが割と主流になってたりするんですよね。で、次、S ランク。バージル、アルジェ、フェルル、ミッキーフレンズ、初号機、シガラキ、トムラ、ユークス、ユーギ。バージルの相方にシガラキ、トムラ。これはあれですね、あの、レムダントとかと似たような感じの特徴になってますね。で、アルジェ。アルジェはね、まぁ、ちょっと前に登場したフェスゲンなんですけども、まぁ、その、HP 倍率がなくて、その、リーダースキル半減持ってるんですけども、その HP 倍率がないっていうのが若干その、今の環境的に足を引っ張ることがあって、それで、ちょっとね、この位置になっちゃってるのかな。ちょっと前までは最強だったんだけどね。で、フェルル、ミッキーフレンズ。ミッキーフレもね、すげえ強いですよね。ただまあ、軽減がないので、まあちょっとこの位置になってるのかなっていう感じ。初号機はね、俺超一押しなんだよな。個人的な好みも入ってはいるんだけども、こいつはマジで強いと思ってんだよね。闇6個つなげて 18.5 倍1コンボ加算。3色以上で、半減1コンボ加算っていう感じで、
その3色で半減っていうこの条件の緩さがね、すごくね、使いやすいんですよね。ワンチャン最強でもいいかなって思ったりはするんだけど、まあでもそうだな。やっぱその多色っぽく組まなきゃいけないっていう部分で若干そのサブの組み方とかっていう部分もあって足を引っ張って、まあこの位置なのかな、わかんないけどね。まあ HP バレスもないしっていうことかな。ユークスは最近すごい流行ってますよね。遊戯ももう登場してから、そうだな、年末年始に登場して、まあ9ヶ月、10ヶ月ぐらい経つんですけれども、未だに強いっすよね。A ランク、グレオン、水着プレーナー、デク、ネロ、アムリネア、ダイヤ、ネレ、ルシア、アラチトール、V、ユリシャ、マート、サクラ。なるほど。グレオンとアムリネア、なんかもう一段階ぐらい上でもいいような気がするんだよな。そうなんだ。デクネロもね、もうそのバージルシガラキとかダンテレムと同じような特徴なんだけど、ただネロがね、リーダースキルがね、確かあれなんだよね。スキルトリガーだから、それで、まあ、ちょっとね、若干その足を引っ張ってんのかな。こいつ自身が一ターンのスキルなんだけども、そこでそのスキル枠1個縛られちゃうっていう部分で、まあ、ちょっと他より一歩を取るのかなっていう感じかな。ネレとかもね、すごい強かったけどね。まあ、76が今ちょっとメタられるっていう環境でもあるんでね。なるほどね。っていう感じみたいですね。広告いちいち消すのめんどくせえな。これなんだ、アンケートで最強リーダー誰ですか、オールマイトが、まあ、バレンタインイデアと僅差で1位になってるのかな。最強リーダー、あ、一応この理由とかもちゃんと書いてくれてるんですね。なるほど、丁寧だね。個人的に一番強いなって思ってるのはツクヨミノルザですかね。まあ、これ好みもかなり入ってるけどね、強いなって思ってます。なるほどね。まあ、こういう感じで、細かく載ってるんで、まあ、もし興味ある方は見てみてほしいなという感じですね。あ、最強リーダー組み合わせランキング、これ面白いな。1位ツクドル、やったぜ。なるほど。まあそうですね、まあ、こういう感じでね、結構違うキャラ同士で組むっていうのが割と流行りだしている、そういう感じになってますね。あ、最強属性ランキング、1位水。へえ、そうか、俺火だと思ってたわ。まあ光も強いな。まあ光はどっちかというと多色っぽい傾向が強いからあれなんだけど、水、火、光、闇、木はね、今ちょっと不遇だよね。この上4つに関しては結構意見分かれるかなって思うんですけど、そら木が最下位っていうのは納得かな。まあちょっと今現状、弱いっていうか、まあそうだな、これっていうリーダーがいないかなっていう印象がありますかね。はい、なるほど、っていうことですね。まあまあ、おおむね同意かな。僕の感覚と、このゲームウィズさんの、まあ評価、おおむね同意かなっていう感じですね。次、ゲームエイトさんの方ランキング見ていきましょう。もう一回、まあそんなに変わらないと思うんで、まあさっと見ていく感じでいきましょうかね。あ、こっちでは黒桜ランク外なんだ。ゼイマーホルター A ランク入ってる。これじゃあ違うんだな、評価が。そうなんだ。ここからですね。ダンテ、バレイレ、レム、ツクヨミ、ノルザ、ファスカ、遊戯がこっちでは1個上になってますね。で、バージル、ネロデク、オールマイトがさっきのこっちでは SS だったんだけど、こっちは1個下がってるっていう感じかな。なるほど。あ、イベルカーナいるじゃん。そうだよな、ツクヨミ、ノルザが入るんだったらイベルカーナも入れてあげないとちょっとあれだよな、っていう感じですね。で、ここに、前にいなかったのは、このセイバーオルタモっていう感じかな。まあ、確かに全パラかかってて、半減持ってるんで、耐久力がすごい高いなとは思いますけどね。っていう感じですかね。はい。次、神ゲー攻略さん。ここ俺見たことないな。初めて見るわ。あ、黒桜、最強入りって書いてる。こっちはあれなんだね。普通の一個一個のランキングでついてるんだ。こっちの方が俺なんか個人的には好きだな。1位がオールマイト。で、2位がファースカー。ここまあ組み合わせで使うんでね、基本的に。で、3位がバレイで。4位、アムリニア。あー、なるほど。これ多分あれだな。魔老のダンジョンに適性があるかどうかっていうのがすごい影響してるかもしれないですね。今まではアムリニアそんな上位じゃなかったんだけども、ここで4位で一気に上がってるってことは多分そういうことだと思いますね。ノルザ、ツクヨミ、イヴェル、グレオン、レム、ダンテ、ユーギ、フェルル、ユークス、クロサクラ、ミキフレ、
アルジェネレ、ユリシャか。ユリシャは、まあ、そうだな。ちょっと相方とか、あるいはその適性があるダンジョンっていうのは現状そんなにないところが若干、まあ、まだ評価されてないっていうところかな。で、バージル・シガラキ、水プレイの初号機。光メノアはね、非常にね、汎用性高いですね。追い打ちがあって、コンボ加算もあって、で、あとなんだっけ、軽減持ってるか、ただ、HP バイスとかがないので、耐久力ね、すごい、ちょっと不安があるんですけども、その組み合わせがね、非常に幅が広いっていうことで、まあ、この位置になってるのかな。なるほど。汎用性はね、すごく高いと思います。で、デクネロっていう感じですね。最後、アルテマさんの方見ていきましょう。下の方に登って、なるほど。はい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 。他ですね。SS ランク、バレイデ、ノルザ、レムル。あ、相方、これ、ランク分けてんのか。なるほど。こういうの、まあ一応ありっちゃありか。S ランク、遊戯、ツクヨミ、ダンテ、フェルル、オールマイト、ファスカ、バージル、ユークス、グレオン。A ランク、ミキフレ、シガラキ、テク、ネロ、ネレ、アムリニア、イベルカーナ、マトウ、サクラ、アルジェ。なるほどね。まあ、その、結構好みの差とかもあるかもしんないけど、割とまあ似たような感じの内容にはなってますかね。ただまあ、どのサイトにも共通してるのはやっぱバレイデがクソ強いってことかな。こいつがもう安定して上位。あとノルザと、まあ、レム。これもね、上にいるっていう、まあそういう感じですかね。なるほどね。はいはいはい。っていう感じですね。なるほどね。で、まあそうですね、ここから、あとはその僕の経験則からも含めて言うんですけども、その強いリーダーの特徴っていうのはね、まあまず3つのポイントがあるなっていうふうに僕は思ってるんですよ。で、まあもうここからもうまとめの話なんですけども、まずそのポイントの一つは、コンボ加算プラス追い打ちの組み合わせが自然にできるかどうかっていうこと。コンボ加算で、例えば、その列組んだりとか、正方形組むと、あの盤面のコンボ数減るじゃないですか。で、それを補うことができるリーダースキルかどうか。っていうことと、あとその、まあ、同じ理由で回復のね、追い打ちのために回復の盾を組むとか、あるいはその回復の正方形組むっていう、その手間を緩和して火力に集中できるか。これがあの、追い打ちリーダーを持ってるそのメリットですね。そういう戦法が今、すごい定番になってますね。修羅環境の場合、どっちかというとコンボ加算の方が優先かなって思います。例えばそのリーダースキルによる追い打ちっていうのはそこまで重要じゃないんですよ。そのコンボ倍率による火力の底上げっていうのがどっちかというと欲しいところかなっていうふうに思いますね。そのダンジョン内容的にね。だから追い打ち持ちの綺麗な相方が存在しないそのバレンタインイデアルとかっていうのも、これが今でもね高い評価もらってるっていうのは結構そういうところが理由になってるのかなっていうふうに思いますね。これがポイント一つ目。コンボ加算と追い打ちの組み合わせが自然に構築できるかっていうこと。で、二つ目。HP 倍率と軽減を両方持ってるかっていうこと。今の環境だと、その HP 倍率か、その軽減か、このどっちか片方だけっていうのは、ちょっと危ない場合があるんですよね。例えば、ウラレッカの場合は、マイネクロネ。マイネが死に際にね、その行動が挟むことによって、リーダースキルの軽減が途切れちゃうんですよ。で、その次に、クロネが、覚醒無効してからの先制大ダメージっていう、もうゴミクソみたいな仕様があるんですけども、未だにこれが、運営の、まあ、意図した、流れなのかどうかってちょっとわかんないんだけどね。そういうのがあるから、HP 倍率も欲しいんですよ。軽減だけじゃ怖いんですよね。で、そして、修羅の場合は、ラファエルが先制 150% ダメージっていうのを飛ばしてくるんで、これね、軽減がないと問答無用で死にます。いくら HP があっても関係なくね、殺されちゃうん で、そういうのを防ぐために、軽減もやっぱ必要なんですよね。だから HP 倍率と軽減、まあ、両方持ってるのが本当に理想的かなっていうふうに思います。で、ちなみに回復力に関しては、まあ、あるに越したことはないんだけど、その HP と比べると、やっぱスキルとか、あるいはその覚醒とかでね、補うことがある程度可能になってるんで、優先度っていう意味で言うと、HP の方が高いかなっていうふうに思います。なので、HP と軽減両方持ってる。で、そういうとこから考えると、例えばこの、ダンテレムとか、あと、ツクヨミノルザ。ノルザは、あれか、回復力だけか。まあ、コンボ加算持ってるところですね。ツクヨミの方で HP 補うと。とか、あと、オールマイトファスター。この辺は、やっぱ自前で両方とも持ってるんで、そういうキャラっていうのは高い評価を、もらっていますね。あるいはその、どっちか片方しかなくても、例えばこのツクヨミのルザとか、あとはその、遊戯と、黒桜の組み合わせとかね。どっちかが持ってないけども、その、相方でそれを補うっていう、そういう形が自然にできるパーティーっていうのが、まあ、上位に来てるっていう、そういうことですね。
これが2つ目のポイント、 HP バイアスと軽減両方持ってる。で最後3つ目のポイントなんですけど、これは火力ですね。もう火力っていうのはまあ本当基本っちゃ基本なんですけども、ただね、その火力のラインっていうのは今割と明確になってて、このゲームダメージのカンストっていうのが存在するんですね。21億4000何百万っていう、そういう数字があるんですけども、難易度の高いダンジョンになってくると、例えば敵の HP が20億でかつダメージ 90% カットとか、あるいは防御がもう10億20億あるとか、そういうこともね結構起こるんですよ。つまりどういうことかっていうと、ダメージをカンストさせることが前提の調整っていうのがされてて、そういう敵にもし出くわした場合に、こちらのパーティーがダメージカンスト級の火力を出せるパーティーじゃなかったら、もうそれだけで詰むんですよね。なのでいざという時にダメージをカンストさせることができるかどうか、これも大きなポイントになっています。でただね、これに関してはね、サブも非常に大きく影響しますね。例えばダンテレムの場合はグランディスっていうモンスターがいて、グランディスのスキル1枚で、まあ、ほぼほぼねカンスト付近の火力っていうのを手軽に出せちゃうので、まあ、強いとされているし、あるいはバレイデの場合はアテンですね。アテンみたいなキラー特化のキャラが存在するので貫通力が高い、まあ、そういったサブが自然に入る、リーダースキルになっているかどうかっていうのも非常に重要かなっていうふうに思いますね。はい、まあ、そんな感じでポイントは3つですね。まずコンボ加算と追い打ちの組み合わせが自然にできる、 HP 倍率と軽減両方持っている、そしてカンストダメージを出せる、この3つが、ポイントかなと思います。まあ、他にもねギミック対策とか細かくいろいろあるかなって思うんですけども、まあ、僕の持つ考えとしてはこの3つがベースですね。で逆に言うと、この3つのうちどれか1つでも欠けている場合、今の環境では戦いづらいことが多いです。絶対とは言わないけどね、結構厳しくなる場面が多いっていうイメージが僕の中で、強いので、パーティーを組む際はね、参考にしてみてほしいなっていうふうに思いますね。はい、であと今回紹介したこれらのサイトに上がってないキャラクターでも、まあ実はこのキャラめちゃくちゃ強いよっていうのがね、いるかもしれないんで、僕が知らないだけかもしれないんで、そのあたりも含めて、皆さんの考えっていうのもよかったら聞かせてほしいなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、まあちょっとこういう解説動画みたいなのとあんま慣れてないんですけども、どうだったかな。はい、感想を聞かせてください。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。